聖書の御言葉はこれです。まず日本語からですね。はい、はい。シラはエベルを産んで後、あ、この前やったやつじゃないですか。違うですね。また違う。はい。403年生きて男子と女子を産んだ。創世記第11章第15節。E viveu Selá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis capítulo 11, versículo 15. CD, Ego de Lá. And after he became the father of Eber, Shelah lived 403 years and had other sons and daughters. Gênesis chapter 11, verses 15.403年で数えらんないですよ、はい、そうですね。貸して、はい、その年は思うこともできないよね、うん、今の時代ね。それも生きてたのね。まあでもこれから人生100年になるってね、どうしようかって思ってる。400年あったらどうしますかね。神さん以上にね生きることはね、どうだろうとかね、いろいろな、すごい時代が変化していくでしょうからね、ついていけないような気がする。まあ昔だったらいいですけど、変化がありすぎますよ、ね、はい。それで今日実際聖書の御言葉は、はい、ポルトガル語講座ですね、はい、フリーオ、フリーオ、カロール、カロール、シューバ、シューバ、オテンポ、オテンポ、ナオ、ナオ、アフィルマ、アフィルマ、そう、フリーオ、フリーオ、カロール、カロール、シューバ、シューバ、オテンポ、オテンポ、ナオ、アフィルマ、うん、アフィルマ、そう、フリーオは知ってる、寒いですね、そう、寒い。カロールは？カロールは何？カロール、カロール、カロールは暑い。暑い。そうね。シューバ、雨。雨、はいはいはい。シューバ、それでお天歩。テンポ。テンポ。The time、英語だったら the time。The time。時間、はいはい、ね、あ、なるほど、ね、時間、天気ね。 No affirma、 No affirma っていうのはね、しっかりしないの。はい、そうね、そう、わかるでしょ。寒さとさね、それで雨、天気がはっきりしないです。この時期はなんかよくわからないですね。晴れてるかと思うと一気に雲が出てきて、そう、この前もなんか入道雲が出てきて、天気予報で雷になるなんて言ってたけど、はい、降らずによかった。あの雷になったり、最近ここでも、ここら辺でも竜巻注意報が出ますよね、出てましたよね、あの日も、氷が降ったり竜巻が出たりと。そうです。それで、あ、先週だったかな、あの夜にすっごく寒くなって、夜中にあの起きて、あ、寒くなって、8度7度ぐらいになってしまって、多分寒冷前線が通過した後で一気に気温が下がったんだと思います。寒気が入り込んできたんです、ね、まあ寒かったなとか、温度の変化が辛いです ね体にね。そう、夜にはこんなにね蒸し暑いけど、朝には寒いとか、どうしようとか、寒くて目覚めますよ、ね、はい、ね、はい、ブラジルでもそんな感じの時ってあるんですか。時ありますね、やっぱり温度があるあるね、今すっごい寒いのよ、向こうでは。そうですね、寒くて、これから寒くなってるんですね。南の方はこんなにね、天気にあの洗濯物を置いたらもうカチカチになってるジーンズとかもあのカチカチになってるなとか。はい、
どうも、ね、それで今日あのいろいろなあのトライアルの商品は、はい、あの今暑いでしょ。あ、さっきも言ったように暑いような急に寒くなってくるというのがありますね。そうですね、始まるけど、あのちょっとこの何冷蔵庫のことを話しましょう。この冷蔵庫の活性炭ですか。そうです。炭でね、あの冷蔵庫のダッシュパン、匂いを取るのね、はい、ね、炭はいいんですよね。そうですよ。それでこれがあのポンってこれをね取ったらこのプラスチックを取ったら入れるだけで野菜ところにあの匂いしないようにね、これが245円。Gente, esse aqui é carvão ativado para tirar cheiro da geladeira da parte das verduras, tá? Está por 245 ienes no frio. É só tirar o plástico aqui de cima e usar. それでこれは冷蔵庫のね、あの氷のところとか冷蔵庫にあの匂いかからないので、これも245円。Esse aqui é para geladeira, tá? Você tira o plástico aqui em cima e vai tirar o cheiro da sua geladeira. Está por 245円ですの。一番おいしいお茶は水で入れてそのまま置いとったら後からこの色になるの、うん、それでそのお茶も甘みが出てすごいおいしいのよ。この冷蔵庫にあの普通 の, あのおいあ水に入れて、うん、お湯じゃなくて水出しのお茶ですね。そうです。あのコーヒーもね、あのドリップパックでこう、うん、袋に入ったのあれですか、うん、破いてはいはい、ドリップするやつ、あれをそのままこう入れとくと水出しコーヒーになる。いつだったかミミさんが紹介してくれた。あー、そうですね、美味しいね。あれあのたくさん入れると結構濃く作れていいかもしれないです、うん、僕なんかケチってちょこっとしか入れてないから、うん、薄いんですけど、それでもやっぱりあの渋みがなくて美味しいコーヒー、あのいいコーヒーができますね。そうですね、これなんかもうそういうふうに作れそうな感じですね。お茶のこの渋みがね、甘く味になるのですごいあの便利って思うのよ、この中身があって、うん、ね。それでこれがちょっと値段が高いけど979円。そう、トライアルしては高いですね。そうけれどもそれはね、あの価値があるんだね。下の方まで深いけど綺麗に中が洗えるかな。あ、これは取れるので。あ、取れるのか。取れるのでこれあの今うちの庭なんかあのカモミールがいっぱい咲いてるんですけど、ーいいハーブティーなんかにもいいですね。いいですね。ハーブティーとかいろいろなあのミントとかレモンとかのね、うん、あのこの、水の匂い、ね、うん、水の香りもね楽しめるので、なんかだいたい水道水でやってるんですけどミント水なんていいとすごくいいですね、すっきりして。いいですね、夏場は特に、はいはい、これポルトガル語で言うね。ジャーハ para fazer chá. Então você coloca o chá aqui dentro do filtro e aí você coloca a água e você vai ter um delicioso chá com água natural, que o chá ele vai ficar assim com sabor até adocicado, tá? Experimentem fazer com chá feito só com água, sem água quente. Está por 979 ienes no frio. Por dentro tem um filtro, tá? Um, que nem um coador, tá? É bem comprido e ele é bem útil, tá? Aí, você vê? Mostrou isso, né? Foi isso, né? Isso, eu vou né? Corre lá, ano, cori, né? Cori, tsukuru no de, ね。保冷剤ですね。保冷剤。これが149円。200g。結構それ一つあると、あのなんだっけ、保冷剤。クーラーボックス一つ、ね、結構ね入れられますね。はい、
gente, isso aqui é um gelo, tá? É um gel que vira gelo, tá? Então você congela ele, você põe no isopor, você tem um gelo aqui, sem desperdício, está por 149 ienes no trial. Ai, que é o que onde que o ainda, né? Ai. それでもう一つは今の便利になっているのがあの ジップロック。このジップロックが、45入っているので、ね、値段も499円、ね、すごいあの便利よね。何でも野菜とか水とか何でもここにあの水を、ね、あのミネラルウォーターとかを凍らしてそれとからそのあのその、クラボックスとかに入れてそれだとからね、ポレザーに変わってそれだとからその水も飲むことができるのでこのジップロックが45個入っているのが499円。Gente, isso aqui é um Ziploc, tá? Que é hermético, tá? Tem 45 bolsas, né? Do Ziploc. Está por 499 ienes no trial. Você pode colocar água mineral, congelar, você coloca no seu isopor, você leva para passear, daqui a pouquinho, se descongelar, você pode tomar água mineral que está dentro, tá? Aí. いろいろなるね、はい、うまく工夫するとね、そうですいろんなことができそうですね。そうだね。これでこれから暑くなって、物が傷みやすい時期ですからね、気をつけて工夫していきたいですね。このジップロックっていうのが、私あのミルクとかね、ココアとかに入れて、それであの冷凍して、それとからね、粉にあのちょっと粉にちぎってそれで、アイスクリームじゃないけどあのヘルシーの、ね、あのかき氷とかの代わりにできるので私は便利と思うので、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあここで一旦切り付けたいと思います。はい、じゃあ